こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、坪さんさんのですね、はい、横に削れるヤスリです、ね、矢印が書いてありますね。こっちの方向に削れるヤスリなんですね。こちらのですねポイントを3つに分けてご紹介していきたいと思います。まず1つ目ですね、もう言ってしまいました。これね、最大のポイントなんでね、どうしても言っちゃいますね。横に滑らせて削れると。横に、こっちか、こっちか、ね、矢印の方向にこう横に滑らせて削れるヤスリなんですね。一般的な、ね、このようなヤスリはこうギュッギュッと、ね、はい、押して削りますよね。でも横に滑らせたいな、ギュッというふうに思ったことないでしょうか。まあ、おそらく何かのこう面を取ってね、こう面を取りたいという、時にそんな風に思ったんだと思うんですけれども、横に滑らせてもね、削れません、こちらのタイプはね。そこで出たのがこちら、横に削れるヤスリなんですね。はい、ポイント1つ目、横に削れるということです。そして2つ目なんですけども、はい、矢印がねありますね。はい、左右に向いてます、ね、これどういうことかと言いますと、押しも引きもできるということです。押して削りたいとき、引いて削りたいとき、いろいろあると思います、ね。押しも引きも両方できるということと、はい、右利き左利きの方でも、ね、両方使えるということですね。そして3つ目ですね、平と、ね、平と、はい、R、はい、ヒラと R の2種類があるということですね。ヒラは一般的にこう横にこう板物の面を取ったりとかするときにいいですね。このような R はどちらかというとパイプの内面、ね、を削ったりするのにちょうどいい感じですね。ちょっとねやってみますね。メーカーさんからでも聞かれたんでね、はい、例えばねこのような、塩ビパイプですね。で切ってこういうちょっとね、面を取りたいなっていう時に、このような R を使います。僕は引きがいいんでこっちの向きですね。こっちの向き。でいきなりギューってやると、うまくいかないんで、最初はねちょっと軽く、はい、軽くこうなぞらせてみて、それからギュッと。やります。そうするとここの、はい、内側ですね、内側が削れると、ね、はい、ね、こんな感じで削れます。そして、ヒラですね、ヒラ、ね、これはまあこのようなこうね、とこの面取り、例えばここね、ここ、ここね、やっぱ僕引きがいいんでこっち向きで、こんな感じで、面取りがねできます。こういうような平でこうやるとどうしてもこう均等にねできないですよね。こっちが深く入ったりこっちが浅く入ったりとかありますけども、これでしたら横に滑って削れるんで、はい、こんな感じでできます。でこれはですね、このヤスリはですね、鉄は削れないです。このようなアルミとか、ね、このようなプラスチック、このような、ね、アクリル板、ここもぎゅーっと、ね、こんな感じでここ、ね、面取りに使ったりとか、あと段ボールも、はい、こんな感じで、面取りすることができます。はい、いかがでしたでしょうか。そんな感じでですね、ヒラと R ですね、これを対象物に合わせてね使い分けていただいて、押しと引き、やりやすい方で、削っていただければなと思います。こちらですね単品もあります。それぞれ単品もありますし、4本セットもねありますんで、はい、
こちらの商品はですね、ファクトリーギア各店と通信販売で購入できますので、今までヤスリでこう横に滑らせたいなと、横に削りたいなという衝動に駆られた方、ぜひね、一度使ってみていただきたいなと思います。最後にもう一度、注意点言っておきます。鉄は削れません。ね、柔らかい樹脂ですとかアルミとかでしたら大丈夫ですけども、鉄は削れませんのでね、それだけご注意ください。はい、ということで今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、坪さんさんの横に削れるヤスリでした。